はい、ユーデックスです。さあ、今回はですね、モテたい人必見です。モテる人っていうのは、ちょっとした変化に気づく人だと思うんですよね。なんか例えば、こうね、女性がね、1センチカットしたとかね、そのちょっとした変化でも、あれ？髪カットした？って言える、そういう人ってね、モテると思うんですよね。でね、そのモテるために、そのちょっとした変化に気づくには、まあ、やっぱり、ね、それ、習慣づけをする必要性があると思うんですよ。なので、このね、意識を持たせることが大事なんですけど、今回ね、紹介するのは今目の前に、アロエです、アロエ。アロエっていうのはですね、このちょっとした変化がね、すごく多い植物なんです。なので、今回ね、このアロエを通して、モテる人になるこのテクニックっていうのを動画の中でね、お伝えしていきたいと思っています。はい、じゃあね、早速、このまずね、アロエってね、まずこの動画を見ていただいて、知らない方も多いと思うんですけど、地味というね、イメージを持っていたり、アロエに対してね、なかなかやっぱ興味を持ってない人はね、実はすごく多いので、まずね、アロエってかっこいいんだっていうところをね、まず知っていただきたいんですけど、このね、アロエっていうのは今ね、すごくね、ブームになっています。植物ブームから最近今年になって、アロエブームが来て、特にね、イベントでね、よくアロエをね、出店しているお店の方とかもすごく多いと思うんですけど、そのアロエなんですけど、このさっき話をね、元の本題に戻しますが、変化がね、すごく多いんですね。このチャンネルでもですね、いろいろと色の変化が起こるよとかね、そういったことで対していろいろとね、皆さんがお伝えをしていったんですが、今回ですね、本当にこのね、ちょっとした変化っていうのが、特にこの4月5月ですね、このゴールデンウィークに向けて、特にこのゴールデンウィークを過ぎたあたりから、このね、もう真夏のような暑さ、もう本当に人間がちょっと暑いなって感じるような暑さに感じていく季節になってくるんですけど、このタイミングがね、ちょうどアロエも変化が起こる季節なんですね。で、そのちょっとした変化に気づけることっていうのは、モテる人にもなるし、アロエをね、育てるヒントにもなるので、ちょっとね、これからその説明をしていきます。はい、じゃあまずね、アロエのね、ちょっとね、まず3品種をね、まずは、簡単に説明をしていきます。はい、まずですね、まあね、もうアロエを育ててる方はよくご存知だと思うんですけど、クリスマスキャロルというね、品種になります。すごくね、この葉の部分が真っ赤っていうのがすごく一番の特徴的です。でね、この株のこの葉っぱの色はですね、もう緑ですね。そして続いてが真ん中のこちら。こちらがですね、個人的にめちゃくちゃ大好きなアロエなんですけど、こちらがね、ポステリーというね、アロエになります。先ほどのクリスマスキャロルとはね、全く違うのが、まずね、この葉がね、黄色なんですよ。先ほど真っ赤だったと思うんですけど、これはすごく黄色い色しています。で、葉の色がね、もうとてもかっこいい。ブルーのね、この、めちゃくちゃかっこいい色してますよね。ロテアエという品種になります。こちらがね、ツヤのある、光沢のあるアロエですね。すごくね、色合いがすごく綺麗で美しくて。でね、葉の色もこういったような白いタイプです。はい。なのでね、こんな感じで、アロエね、今3品種紹介しただけでも、葉の色とかね、株のこの葉の色ってね、全然違うことがね、まず、理解できたと思うんですけど、見ていただいてね、すごくね、もう見ただけでもね、この3品種だけでもアロエってこんな種類があるんだってことね、分かっていただいたと思うんですけど、このね、本当にこれだけでもね、変化がありますよね。はい。同じアロエだけど、全然違うというね、この面白さがアロエにはあるんですけど、でね、この変化なんですけど、この面白いのがですね、アロエっていうのは、まあ日本には四季があります。まあ簡単に言うと、気温の差がもう40度近くなったり、もうマイナス何十度になったりとかって言って、もうすごいね、気温差が激しいっていうのが日本の特徴的なことだと思うんですけど、この気温差があるとですね、こういった植物全般なんですけど、特にこのアロエっていうのは、色のね、変化が起こります。色の変化です。以前ね、このね、チャンネルでも色の変化が起こるよってことをお伝えしていたんですけど、今回もね、一度お伝えしたいのは、このちょっとした変化ってことなんですよ。で、今回このポイントが、ちょっとしたなんですね。色の変化は以前お伝えしたんですけど、今回はちょっとした変化なんですね。はい。ここがね、大きな違い、大きくね、今回ね、取り上げる違いなんですけど、季節、今これね、撮影しているのが、4月下旬なんですけど、もうね、少しずつ気温も上がってきて、上はね、25度行く時もあります。で、下は、ね、夜間の時でも、12度とかになってます。そういった感じなんですけど、もうね、だんだんね、こう、多肉植物のね、自生種とかの、ね、比
国の、気温にね、だんだんやっぱ近づいてきてるっていうのもあって、アロエ自体も本体の色にね、だんだん戻ってきています。ここで、ちょっとした変化だと思うんですけど、まあね、先ほどから何回も言ってる色の変化が起こるってことなんですけど、今ね、画面上でね、ちょっと伝わってると嬉しいんですけど、まず、まあ、一番わかりやすい変化をしているのが、まあ、この子なんですけど、このね、先ほど言ったドロテア。まあ、成長点と言われている、この真ん中の部分ですよね。この部分。この部分、緑色ね、してますよね。黄緑色してます。で、こういった部分はちょっとね、オレンジ色みたいな形してる、ね、色をしていると思うんですけど、これね、実は変化が起こったんです。冬場はですね、本当にね、もうね、もう、まだこれはオレンジ色はまだ戻ってきたぐらいなんですけど、こちら見ていただくとわかるんですけど、もうちょっとね、もう何色と表現していいのか、ね、わからない感じなんですけど、まあ、こういった感じで、真冬はね、本当に色素が抜けて、本当に何とも言えない色になってたんですけど、これね、季節がね、だんだん暖かくなってきて、こういった感じで、少し成長点の方から色が変化してきました。でね、こう季節が上がるにつれて、こうね、アロエは成長点のあたりからね、少しずつ色が変化していきます。で、葉先の方は、まあ、ちょっとずつですね、その成長点の方からどんどんゆっくり広がっていって、まあ、最終的に葉先の方まで、ね、色が変化していくということなんですけど、まあ、こういった感じでね、ドロテアが今一番わかりやすい、変化だったので、今もね、まず最初にドロテアを、お伝えをしました。まず真ん中のじゃあ続いて順番通りに行くと、このフォステリ。こちらが、またね、見ていただけるとわかると思うんですけど、ちょっとね、色が違うのがわかりますかね。エメラルドグリーンのような色合いで、またこれもかっこいいんですけど、こういった感じで成長点が変化しました。ね、さっきからずっとこのね、動画のテーマはちょっとした変化なんですけど、植物を育てている方はね、よくご存知の方もいるかと思うんですけど、本当に植物ってね、ちょっとした変化が起こるんですよ。でもね、このちょっとした変化に気づけるっていうその意識と習慣づけが持てるんじゃないかなって僕は思ってるので、ぜひね、ちょっとモテたい方、このね、必見です。このアロエを育ててみてください。アロエを。はい。で、続いてもう一つね。はい。一番端っこにあるこちらのクリスマスキャロルですね。こちらのクリスマスキャロルも、ほら、真ん中あたり。ね。ちょっと黄緑色の変化してますよね。で、ね。こういった、ちょっと紫色のような色もしてますが、まあ、こういった感じで、ちょっとした変化が成長点から起きてるんです。で、今ね、あくまで動画にね、しやすいように、本当に色の変化が、ちょっとしたタイミングです。なので、変化してから実はね、1週間から10日くらい経ってます。なので、最初は本当に気づけないんですね。これね、まだ休眠してるんじゃないかな、寝てるんじゃないかなっていう感じなんですけど、本当にね、ちょっとずつね、変化をしていきます。でね、このちょっとした変化に気づけるっていうのは、やはりね、こう、モテる男子にも大切ですし、アロエっていうのは本当にね、いろいろな変化、この色の変化が一番大きいんですけど、まあ、こういった感じで、アロエって本当にいろんな変化が起こってくれるので、すごくね、楽しいですし、これの楽しさをね、習慣づけしたら、その最後はめちゃくちゃモテる男子になると思うので、ぜひね、このアロエのちょっとした変化、ね、皆さんも気づけるように、ぜひアロエを育ててみてください。はい、ということでね、今回は、このね、モテる人必見ということで、ちょっとしたね、変化に気づける、この習慣づけをしましょうということで、ちょっとね、今回このね、アロエを、ちょっとね、皆さんにね、いろいろと紹介させていただきました。はい、今回ね、ちょっと、まあ、本当にモテるかどうかは、なかなかね、実証が難しい話ではあったんですけど、このね、ちょっとした変化のね、アロエを、ぜひね、皆さんにも楽しんでいただきたいと思っています。はい、それではね、今回もこの動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そして、高評価の方をね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、またお会いしましょう。